ラジオドラマ幸せの高取家。福岡市早良区の2世帯住宅に暮らす高取家、パパとママと娘と息子、そしてじいじばあばの6人家族はごく普通に生きてきて、ごく普通に暮らしていました。平凡な人々と平凡な毎日。それでも高取家の人々はとてもとても幸せなのでした。表彰状が欲しい。その後、それでは第1回高取家アワード授賞式を始めます。まずはお手伝い頑張ったで賞は、受賞者は高取マリンちゃん、おめでとうございます。あなたはお手伝いを頑張ってみんなを助けてくれました。表彰状とマーカー48色セットを授与します。いや嬉しい。続いては笑顔が太陽でしょう。受賞者は高取ひとみさん。私なんか引っかかるな。なんかな。副賞はエステ無料券です。いやエステいいなって思ってたんです。なんかさ、なんかな。ムードメーカーでしょう。受賞者は高取哲三さん。おじゃれでみんなを楽しませてくれてありがとう。俳句な。副賞はペンです。ペン ありがとう。続いては私から。頼りになるでしょう。受賞者は高取美智子さん。副賞は化粧品です。肌ツヤ出るやつ嬉しい。最後に最優秀賞です。高取俊太さん。表彰状。高取俊太さん、あなたは毎日私たちに喜びと驚きを届けてくれます。副賞は新発売のじゃんけんジャーベルトです。やったー。俺は。最後に審査員特別賞、高取大輔さん。え、大輔さん、家族のために働いてくれてありがとう。そして素敵なアワードを企画してくれたおかげで楽しい時間を過ごすことができました。副賞は大ちゃんが落札したがってたレアなプラモよ。マジか。うわ、これ欲しかったやつやねえし、レアでもね。ラジオドラマ幸せの高取家、表彰状が欲しい。作池崎紗衣子、阿久根智明。出演立山康明、池尻和歌子、藤原珠樹、本田奈々香、富永典子。録音古賀博文。編集ミュージックリザーブ。協力ライトスタッフギルド。制作は RKB ラジオでした。